正月です、ね、まあ毎年のことですけども合肢交換会ね経団連とか、まあ、経済3団体ですよね経団連それから日本商工会議所それから経済同友会ですねそういうね合肢交換会があるわけなんですけどもまあそこにですね岸田首相も出ていきましたまあそれが翌日6日にニュースになってるわけなんですが首相はですね経営者に賃賃上上げげ要要請請をををししししまたたてくれと要請をしたわけですねそれに対してですね経済3団体の代表は何と答えたかということです ねちょっとねここ読んでいきますまず、あ、首相が何と言ったかですね賃上げは成長と分配の好循環の中核だ政府として最低賃金の引き上げなどの取り組みを進めるという風に言ってるんですねここでなんか最低賃金の話が出てくるのも相当ずれてると思うんですけどもねまあ、最低賃金どうなんですかねだって東京の賃金ものすごい上がってて最低賃金云々とかも関係ないぐらいですねめちゃくちゃ上がってんですよ私ね飲食店の経営者ですけどももうちょっと前だったら 考えられないぐらいの高い時給を設定しないと来ないですからね。最低賃金上げたからどうのってそこもちょっとずれてると思うんですよね。これに対して徳倉経団連会長は何と応じたかというちょっと読みますね。構造的な賃上げを実現しなければならない。ベースアップを中心に物価高に負けない賃上げを会員企業にお願いしたい。こういうのように答えてるわけですよ。はって感じですよ。私がが経団連会長だったらねね岸田さんが、ね 賃上げをって言ったときに、は何言ってんですかと。賃上げできるわけないだろうと。こんな物価高。しかも、法人税増税ですよ。金利も上がろうとしてると。そこで経済のね、活力もまだ戻ってきてない。そこで、賃上げふざけんなと。賃上げして欲しかったら、もっとやり方あるだろうと。しかもほら、ちょっと円高になったとはいえ、超円安でしょあらゆるものの輸入に経費がかかるわけですよ。こんな状況でね、もう賃上げって、お前は追いはぎかと。 言ってやっててやくださいよ逆です逆もしね岸田首相が減税しますと為替も是正してもう金利が上がんないようにねなんとかするとだからなんとか賃上げしてくんないかと言われたら政府がそこまでね努力するんだったらじゃあ経済界としても努力しようということになってよしじゃあ賃上げっていう気になりますよね何この徳良会長経団連会長私に言わしたらもうバカも休み休み言えって言うんですよそこ喧嘩しなくてどうするんですかだって経団連ということは大型企業がみんなね入ってる日本の経済の クラブのトップですよ岸田さんほど経済オンチな首相もいないと言われてるわけですけども,もうまさに追いはぎですよ全部置いていけって話ですからね電気代も高くなるいろんなねエネルギーも燃料代も高くなるこれからどんどんね企業の経営環境って悪化してとてもとてもね投資できるような環境でもないそして利益を出せるような環境でもないでわずか出た利益はね法人税増税でかっさらっていくわけでしょこんなバカな話ないんですよといううかもうバカにされてますよちの小槌じゃないし 日本政府向けのねピッポッパー押したら何でもいつでも金が出てくる ATM じゃないんですよなめられてますよ経済団体なんでここで喧嘩しないんですか何のこのこ来てんだと増税ふざけんなと今増税していい時期じゃないだろうと日本のね経済を潰す気かと言ってやりなさいよそこでもしかして経団連のトップも財務省に絡め取られてるわけやばいよね <laughs> 総理がねもう財務省のポチってのはまあまあみんな知ってますし分かってますよね なんで経団連の会長はもう財務省のポチやってんのそこ喧嘩でしょ喧嘩。何しに来たんだととっとと蹴り上がれってね。なんかメロンかなんか投げつけてね、返しなさいよそんなの。おかしいよね。<laughs> じゃあ日本商工会議所の回答、小林さん なんて言ったか中小企業の賃上げには取引最適化をサプライチェーン全体でチェアしようという取り組みが大事だというあなんか肯定とも否定ともよく分かんないことを言ってますそして経済同友会の代表幹事の桜田さんという方はですね円安で潤った企業であれば苦労している企業もあるちょっとまあここに書かれていることが全部ではないと思いますけどもねでもこのね経団連のポチ具合が突出してますよね一応なんかね日本商工会議所とね経済同友会の方は分かりました賃上げしますみたいなゼロ回 ででではないんすすけどもも経団連の会長も完全にゼロ回答ですよただの賃上げじゃないですよ。物価高に負けない賃上げですからね。ただの賃上げじゃないですよ。異次元の賃上げするって言ってるんですよ <laughs>。 <laughs> もう異次元って使わないで欲しいんででしんすけどね安倍さんがね異次元の金融緩和と言ってそれうまくいったのを、まあ、乗っかってるんでしょうけども異次元の少子化対策と言ってますけど中身は異次元どころかほんとしょぼいにも程があるっていうぐらいね異次元言うなよって話ですけどもだってここはそうですよ。 中を超える賃上げをね会員企業にお願いするって言ってんですよなんかもう日本の経済界の縮図が見えましたよねなんか結局日本の経団連のトップってもう中国べったりでしょどんなハニトラに絡め取られてんだか知らないですけどももういつでもね日中友好、中国との、ね、パイプを閉ざしてはダメだみたいな感じで前のべりで中国中国ってやってんのが経団連ですよね当然中国からですね経団連のトップは手厚いねおもてなしがあるわけじゃないですか どんなものを埋め込まれてんですかって話ですよねそして言ってることが財務省と一緒ですよね何なんですかねこれまあ、当然経団連のトップとなればそれは財務省からねレクもあるでしょうしこの方針でって言われたらはいわかりましたってそん のが会長でですよ日本のの経済界のトップですよまあ本当に経団連のトップなんかいっつもダメダメですから、まあ、期待なんかしてませんですけどもこんなはちゃめちゃなことをね岸田さんが言ってきた時に「はいはい分かりました全会員企業にね物価高以上の賃上げをお願いする」とか言っちゃってるわけですよ。ちょっとさもう ななんんか一度解散した方がいいいじゃないの、うん、もう完全に既得権益でもう政府の出張機関になってますよもう今回分かりましたよねだって岸田さんが言ってることってほぼもう追いはぎと一緒ですからね全部置いてけって話ですから岸田さんの言うとおりやったら会社なんか潰れますよそんなめちゃくちゃなこと言われたらね塩でもまいて帰れっていうぐらいのことをしなきゃダメですよそういうことを一度でもやっておけばね ちょっと経団連はねむちゃくちゃなことを言ったらね塩まかれると今度からちゃんとねちゃんとした話しなきゃってあ桃投げねあメロンじゃなくて桃投げられますよ岸田さん桃食らったらどうなんのかなもう波くじみたいにシューってなっちゃうんですかね誰かほんと桃投げなきゃダメなレベルですよだからねちょっと経団連だけは手厳しいと思わせるぐらいじゃないとどんなことを言ったってねわかりましたですからこんなところにまたメッケって感じですよ財務省のポーチまたメッケって感じですよねいや 悪いわそうそう消費税上げる時も経団連参戦でしょ。普通ね、矢面に立ってふざけんなと。今、消費増税なんかしたら、日本経済潰れるぞと。言ってね、政治家がみんなふんふんって言ってる時に経団連が間に入って反対するぐらいのことをしなきゃ。全然意味ないよね。こんなね、もう財務省転換の片棒を担ぐようなね、そんな経団連だったら、ない方がいいですよ。まだね、経済同友会の方がまともでしょ。円安で潤った企業があればね、苦しい企業だった。 あるんだって言ってるわけですから。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田つにやすチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。